なんか最近雨多くないですかめっちゃ多いですね、うん、こんなに雨多かったですっけいや久々に雨を見たなと思うこんなに、うん、なんか今年すごい多いなと思ってこんなに降ります、ね、えー、でもこの23日以外はえっ本当に降ってましたっけ,、えー、け <laughs> 結構降ってます結構降ってます今年はい今年多分<え>今年雨多いでググる<ジ> <laughs> <laughs> えー、全然覚えてない雨降ったって多分出てきますよ そうなんだ雨をめっちゃ多いですまあ今はねちょうど降る時期ですけどね台風も来るし、うん、それ以外何かありましたっけいやいやいや梅雨もすごいゲリラ豪雨ってでもそんななかったイメージがありますけどね1週間お日様出ないみたいな時は結構ありましたよあありしたねあるでたそっか僕すごい晴れが好きでうん やった晴れたもう帰してくねのだみたいな。だから結構こう天気に覚えてるんだ。なんか晴れねえなそっか。全然忘れちゃいますね、でもそんなのね。でも今週ほぼ毎日雨でしたね。いや、本当に雨多いんすよ。来週は晴れるんすかね。でも台風これからどんどん来ちゃうしね。うん。あんまね、傘さすのすごい嫌なんですよね。片手塞がっちゃうじゃないですか。しかも、 電車乗っときに例えば座ったときにどうしていいか分かんないじゃないですかびしょびしょぬれたものを抱え込まなきゃいけないからすげえ傘が嫌いであんなものを持ってんか困るぐらいだったら持たない方がいいかなと思って結構レインコートとか使っちゃうタイプですねへえまあでも暑いとレインコート着れないんでもうしょうがなく濡れちゃうぐらい傘が嫌でなんか傘がもう数百年前からイノベーション起こしてないらしいですよそうなんだ 数百年前からあったんだって江戸時代とかで傘を張ってる人とかいますもんね。あれって日本なんですか傘っていうのかどうかは分かんないですけどなんかもう今時ちょっと変わってもいいですよねこうなんだろう濡れないオイルとかあとこう雨がよけてくれるみたいなそういうのそうそう出してほしいですねなんかちょっと前時代的ですよねでも。 例えば体の周りを雨が受けてくれる何か発売されたとして人混みだったらもうその時点雨降らないわけですよねどこにたまるんだろうっていう、はい、でもそろそろ何かやってくんないとね、うん、ビニール傘ずっとビニール傘守れですもんねそうですね、うん、ビニール傘って盗まれません盗まれますねもう盗まれること前提でいいと思いますけどねあれバンドエイド絆創膏を、はいはい 取っ手のところに貼っとくだけで盗まれる確率が何十分の一とか何百分の一になるらしいですよんでバンドエイドなんですか別にバンドエイドじゃなくてもいいと思うんですけどなんかちょっと違うと例えば名前のシールとかそうなんだでもバンドエイドってすげえ個人感出るからその人のもの感出るからなんかシール貼るよりも効果ありそうに。たなみたいな確かにまあ名前書いといたらいいと思いますけどうん でもあれってもうねコンビニであれを指した時点で帰りはもうどれだか分かんないじゃないですか、うん、だから別に自分のはどれっていう意識があんまないっすけどね、うん、僕の友人が昔あの作ろうとしてたことがあって、うん、何かっていうと、はい、もう傘がなくなる世の中を作ろうって言って傘が面倒くさいって、うん、じゃあ例えば都内23区だけでいいから、うん、うあらゆるところにフリーの傘を置いて傘を置いて でそれはもう自由に使ってよくて自由にどこでも店の中に入ったら、はい、で誰のものか分かんない、うん、でそこに広告を入れてお金回すっていうのをやろうとしてて面白いすね面白いですねで,すねでそれでいいなと思いますけどね、うん、で都内で別に例えばなんだろう渋谷で蔦屋で入って、うん、適当に置いてで出るときには適当に取って、うん、で居酒屋で置いてとかやってぐ、ね、ぐるぐるしとけばいいうん、うん、常にあるっていう安心感があればいいですね、うん あるところに、ね、すげ固まっちゃうかもしれないですけどね確かにでもそういうのあったらいいな傘は買わなくていいですもんね。うん、だってあれ毎年毎年っていうか日々傘って生産してて、うん、でもそんな壊れないじゃないですか多分。ぐるぐるしてるんですかね。ね <laughs>